こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。領収書 PDF で発行すれば収入印紙を貼らなくていいと。これはね、えー、知りませんでした。もっと早く知りたかったな、みたいなね。えー、不動産の、えー、取引に使う領収書とかね、契約書。まあ、印紙代がね、えー、1万5千とか、まあ、安くて1万5千。 まあ、高きゃ8万20万とかね、えー、かかりますんでね、印紙を貼らない形で電子でやり取りしときゃよかったなというのをね、これ見て思いました。まあ、もといい、まあ、領収書を紙で印字してね、えー、相手に渡すには収入印紙貼る必要がありますけど、えー、なんと PDF とかね、FAX、えー、で送れば印紙いらないと。これはいいことを知っちゃったなという感じですね。えーまあ、ただね、相手によっては、 まあその事実を知らずに飲酒がないとか、ハンコがないとか、あ、ハンコすらいかない、いらないですね。ハンコがないとか、いう、えー、ことも、えー、言われると思いますんで、えー、この、リンクに国税局の、えー、その見解ですね。ファックスとか PDF だと、まあ、いらないという見解の、え、ニックを貼っておきます。えー、そんなわけで、えー、まあ、 ておくと得する知識ね、えー、課,税書課税書類である請負契約書あるいは、えー、見積もり書とかね、えー、領収書、まあ、その辺はね、えー、電子データでやり取りしちゃえば課税印象を貼る必要がないというのを知ってくと知らないとだと、まあ、結構出費が違うと思いますんで、えーまあ、なんか商売で領収書やり取りする人はまあね どっちみちパソコンで作るわけですからね、できるそのまま送れば、印、え、紙、ー、はいらないというのをね、覚えておいてください。まあ、この運営に関してはね、えー、税金関係のことなんで、まあ、質問には答えにくいんですけど、まあ、これを見ると分かるとか、私はこうしてるというね、えー、答えられる範囲で、えー、回答しますので、まあ、もし疑問点あってね、えー、こういうことを確認したいけど、誰に聞けばいいとかね、えー、そういう形で質問していただければと思います。 そのわけで、領収書は電子データで発行すれば収入意思は払わなくていいと、ねえー、知っておくと結構ね、えー、得する情報でした以上天板アカデミー堀秀夫でした